まもなく右方向です。その先、右方向です。ではですね、宮島行きますけども、はい、2号線に戻りました。ですね、ここからは、普通にですね走りますけども、一番なんか、ね、いろいろですね、目の前いたら1000円ぐらい、ちょっと離れたら500円って感じだったんですけども、丸亀製麺あたりのあのこっちのですね、上りの方ですかね、こっち側ですから今私向かっているので左側にタマムさんの、教えてくれたですね、300円で、止められるですね、駐車場会いましたんで、まあ
歩いてちょっと15分ぐらいかかるそうですが、まあちょっと散策でちょうどいいかなと思いましたんで、ちょっと行きたいと思います。はい、では行きましょう。レンタカー借りていることない方だったらあんまり分かんないんですけども、保険を入るのが普通の通常の保険と、あとは、ちょっとぶつけても全く、なんだろう、保険一切なんだろう、もう負担ありませんよって保険があるんですよ。それが一応2000円ぐらいで入れるんですよ。でもしその2000円のやつ入んなかったら、もう車が例えば事故を起こしたりとかしてぶつけてもうごちゃごちゃになっちゃったとしても、あとちょっと擦り傷があったとしても2万円払わなきゃいけないんですよ。営業なんとか費みたいな感じですね。まあちょっとあれですけどね。だからまあ皆さんどうしてるかっていうのを聞きたかったんですよね。その保険みたいなの入ってんのか、それともなんだろう、入ってなく、なんかやっぱ自分の努力のあれを、自分のドライビングテクニックを結構もう自信があるんで入ってないっていうのが多いんですかね。私はですね、もう2018年ぐらいから、まあ、レンタカーを含んだ旅をしてるんですけども、これで2回目なんですよね、ぶつけたのが。だからまあ4万円払ってるわけですよ。まあこれから2万円払うんですけど、なんで、もう元々2000円の保険入った方がいい気がするんですよね。もう2回やってるわけですから、4年間で。で、まあ、レンタカーどれぐらい借りてるかっていうのが、例えば10回借りてるとしても、2000円の2万円ですから2万ですよね。でも4万払ってるわけですから、だから払った方がいい気がしますね。この前は、神戸行った時に、2019年かな。神戸行った時に U ターンして戻ろうとした時に、ちょっとですね、工場みたいなところの駐車場をちょっとで U ターンをしようとしてそれを借りちゃったんですよ、場所をですね。で U ターンしてる時にその止めてある車にぶつけちゃったっていう大バカ野郎なんですよね。まあだからまあとりあえずちょっとですね、どうするかっていうのはですね、ちょっと皆さんにですね聞きたいんですけども、まあ一回も事故を起こしない人だったらまあ本当に全然入る必要ないと思うんですけど、やっぱりまあもう2019年まあ 3,4 年に2回起きてるわけですからね。なんでもう元々入ってた方がいいかなと思ってちょっと思っちゃってますね最近は。で後から入ってもう手遅れなんですよ。その今入んない、その事故を起こす前に入らないと結局保険なんてそんなもんじゃないですか。がん保険だろうがなんだろうが。ああちょうどあれが来てたんだ、下りの。まあしゃあないね。歩いていきます。コンテナがいっぱいあるところですね。ここ小竹市ですね。コンテナがそこにいっぱい並んでますよね。コンテナがいっぱい並んでおります。日本貨物ですね。
はもうもちろんその対向車いるいないとか、なんかその右折車がいるいないとか確認してから行ってますんで、ここはあの間違いないようにって感じですね。
Wi-Fi ダメになった時ってなんかね、お、てん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 、あ、なんかカッキーさんとかしてる電車、
かけても。はい、ですね、今、ちょっとガソリンスタンドの方にですね、ちょっと傷がついたところを直せるかどうか、ちょっと聞いてみたんですけど、ちょっとですね、やっぱり1日じゃ直せないというふうに言われてしまいました。およそ 3.5km ダメってことです。右方向です。まあ諦めるか。ちょっとなんで、ちょっと気をつけなきゃダメですね。
と700メートル先、右方向です。右方向です。その先、目的地付近です。右方向です。その先、目的地付近です。丸亀製麺のところにね、300円の、あ、そこだ。マジか？満車か、マジで。マジか。タモさん、ここ、すいません。空いてなかったです、ここ。空いてると思ったら。ダメでした。ああ、どうしよう。みんな満車だよ。どうしよう、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 どうしよう。マジか、300円で止められると思ったのに、タモさん、ご教えてくれた。およそ600メートル先、左方向です。一緒なんだな、みんなね。500円で止めるかな。まあ、しょうがないですよね。なりました。ちょっと満車だからね、ずっと待ってるわけにいかないからね。たまにね、満車っていう時にもね、たまに空いてる時なんですね、空いてる時でね。でも
今ね完璧空いてなかったです。もう完璧に埋まってました、残念ながら。およそ300メートル先、左方向です。およそ300メートル先、右方向です。その先、右方向です。Thank you.